アナ特性は、孔子の77代目の着孫。字は玉南寺、号は達夫。32代広司成功、大勢イタル選手奉仕官、台湾大学教授、中華民国講師委員長、相当府市政。麗卓大学名誉博士。1920年2月23日に、三島省局府の甲府で誕生した。父のアナ霊威は、 前年の1919 19年11月8日に、北京の太牧寺街広瀬聖公府で死去していた。聖母の王、郝緑も出産後すぐに亡くなったため、アナレイの制裁の投資に養われた。生後100日の6月6日、大総等、女性賞は広瀬聖公の就職を認める大総等令を出した。1924年から、ク白ハク賞より英語を、 天気義明よりことを学び始めた。1929年、当史が死去した。1935年、民国に世襲の借位が存在するのは不適切として、南京国民政府は広市成功の称号を廃止した。しかし、儒教の伝統をと題させることはできないとして、広市成功を大政史聖戦史法主官に改めた。これは、中華民国で、 唯一の世襲の特任官であった。この年の7月に、陳達を主催、大気等監督の元南京で、就任の先生を行い、小解析の臨席を得た。1936年より、将蘭より国学図書を学び始めた。書ははじめは、王義士、王剣士の手法から学び、後に、眼神経や北儀の超毛量比からも学び、 さらに、甲骨文字や金石文も研究した。同年12月16日に、新朝の大臣孫やのひ孫の孫ごき方と結婚した。日中戦争開始前、日本は、数度にわたって、極府に死者を出し、関東大震災後に再建された湯島聖堂の穴病の落成式に参加してほしいと要請したが、今後日本軍による区物として利用されることを恐れて、これを拒絶した。 日中戦争勃発後の1937年12月に演州72志士、朝村切るがやは、小解析の命を受けて、穴特性夫婦を避難させた。1938年1月、極府が陥落したことを受けて、武漢で抗日宣言を発表した。その後重慶に移り、この時に成立した穴学会の主催となり、討論と講演会を通じて、 孔子の学術思想と民族精神の研究と専用に努めた。当時、重慶には中国各地から避難してきた学者が集中しており、伝統文化に対して様々な研究方法が議論された。穴、特性の受けた衝撃は大きく、著名な学者の王研等に支持し、さらに学問の方法論を風格都市特殊万里から教わった。 1945年に戦争が終結すると上海に移った。1947年3月には極府に戻った。1948年3月29日国民大会代表に選ばれた。同年にアメリカ合衆国に文化研究に赴きイエール大学の研究員となった。翌年3月に帰国し香港、マカオ、広州を訪問した。 1949年4月、国民政府の求めに応じて台湾に移住し、台北で家病をくらてし、儒学の指導に当たった。1955年より台湾大学中文系と人類学系の教授を兼任し、三例研究、金文研究、飲酒制度域研究過程をなくなるまで抗議した。 1956年7月から1964年4月まで国立中央博物図書院館連合管理ところ主任委員を務めた。1964年台湾中国書法学会で常務幹事の一人に選ばれた。その後、1984年9月1日から1993年4月24日まで公衆委員長を務め、1990年代より 相当不姿勢となった。1996年には中華人民共和国で儒教の復権を推し進めた国北と香港の講師七77代の子孫皇徳が打ち出した孔子予科府の完成に許可を出している。中国共産党と台湾の中国国民党の間で交流が活発化した2005年に中国三島省の局府主犯学校から名誉校長に任命され、 2007年には、極府にある中国孔子研究院の永久名誉校長に就任した。2005年11月15日、台湾大学創立77周年記念に際して、名誉博士の学位が贈られた。2008年10月28日、台北県新見世市で肺炎に、肺血症を併発して死去。孔子成果、治む13年幼千3 0 0多万元。 中国新聞も、2016年6月6日閲覧。孔子大77代着想在台湾任予感。中国評論新聞、2018年3月11日閲覧。最高一代、広志公、公勲政生大事年表。東証区人民政府。2018年3月11日閲覧。孔子着、公勲政、生、平坦人。 公私研究院永久誉れ院。中国新聞網、2018年3月11日へ閲覧。公私着、公伊佐尾生、平担任。公私研究院永久誉れ院。中国網、2018年3月11日へ閲覧。ありがとうございます。